FSC スターは、ポーランドの貨物自動車メーカー。社名である、スターは設立の地、シフエンティクシ主権のスタラホビッツへに由来する。1948年に、国有企業として設立され、2009年に解散。1999年末に、ドイツの大手自動車メーカーマンが、筆頭株主になったことで、最終的に合併され、マンバスとなり、スターブランドは消滅した。 スター201920年、スタラホビッツェで創業した鋳鉄工場であるラウイ・レ・ベンシュタインを基礎とし、フェリックス・ジェルジンスキーの名前を冠した国営トラック工場として1948年に設立された。同年スターブランドとして初となるスター20トラックの製造を開始しており、1981年には通算50万台を記録している。 1980年後半から1990年代初頭に、掛け財政難に陥ったことで、会社は生産の危機にさらされており、1991年に企業形態が変わり、民営化されたことで、社名をザ・クラット・ストラ・チャウキースター・ s a に改名。90年代半ばには経営権が、ソビスロー・ザ・サダ・セントラム・ SA 社に対し上とされており、 SUV の製造を専門とする自動車会社を設立し、その後、トラック部門と乗用車部門に分社化が行われている。1999年末、トラック部門はドイツの漫画、が筆頭株主になったことで買収され、マングループとして数年にわたりトラックの製造を行っている。当初は独自開発であったものの、それ以降、慢性のキャビニア、 エンジンなどに順次切り替わっている。2003年8月にトラック部門であるマンスタートラックス SPZOO はバス部門の子会社であったマンバースポーランド SPZOO との統合を行い、マンスタートラックスバス SPZOO へと社名の変更を行い、本社機能と工場をポズナン近郊のサディに移転。サディ工場では主に ライオンズシティバスの製造を行っている。年を追うごとにトラックの製造台数は減り続け、年間数百台規模にまで縮小している。このことから2004年にトラック部門はオーストリアのシュタヤダイムラープフのマン工場と合併し、少数モデルである組用車両の製造を行っている。2006年にトラックの製造は完全に中止され、京満グループ企業として バスのシャーシと、バスやトラック向け部品の製造を行っている。2009年、マンスタートラックスバススは、社名からスターを削除し、マンバス SPZO へ社名を変更。スターブランドは終焉を迎えることとなった。ありがとうございます。